皆さんこんにちは、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。まず冒頭この度の熊本地震におきまして、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、哀悼の誠を謹んで捧げたいと思います。また被災をされた方々には、心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い、この元通りの生活に戻れますように、心から、お祈りをするところでもあります。また報道によりますと、避難をされている方々が、エコノミークラス症候群等で、亡くなられた方もいらっしゃるし、病院に搬送された方もいらっしゃるということでありますような医療的なケアが、必要ではないかというふうに思っているところでありまして、その辺のところのケアがなされるように念願をしているところでもございます。本市といたしましては、今回 その災害への対応といたしまして、震災、いわゆる東日本大震災の経験、さらには先般の関東豪雨の、いわゆる支援に行った時の教訓、そういうものを踏まえまして、いわゆるその焦らずに支援をしていこうということで、まずは情報収集から始めさせていただいた、ところでもございます。やはりその教訓というのは、必要な時に必要なものを必要な人へが、あれ私たちの支援の方針で、ありますから、向こうの情報も分からずに、むやみやたら、水が足りないんだろうとか、防寒が足りないんだろうとか、ブルーシートが足りないんだろうとか、こちらの想像の中で、送るのではなくて、やはり向こうのニーズをしっかり把握した形で送ろうということで、その情報収集にまずは当たらさせていただきました。それがまさに東の大震災の教訓であり、先日 の関東豪雨の手伝いに行った時の、教訓でありということでございます。そういった中、熊本県の方に対しまして、いつでも支援物資を提供する用意はありますから、本当に必要な時に、必要な場所へ、必要な人へ、送りますということで、いつでも言ってくださいというその申し入れをさせていただきましたところ、昨日、13時30分に、要請がありました。もうすでに報道でご存知の通りだと思うんですけれども、熊本県玉東町というところの避難所に対しまして、飲料水、3000リットルと簡易トイレ100個をお届けをさせていただきました。これについては災害協定を結ばせていただいております茨城県トラック協会水戸支部に依頼をいたしまして、昨日16時には物資を搭載したトラックが出発したところでもあります。今後さらなる要請があればまたしっかり対応をしていきたいというふうに思っておりますので、引き続き情報収集には努めていきたいというふうに思っております。その情報収集という一環でもあるんですけれども、これは今日本日今発表させていただきますが、本日21日から24日まで水戸市職員2名を熊本県に派遣をいたします。そこで各災害対策本部における被災者のニーズの把握などですね、支援活動に当たらせるというところでございます。さらにですね、市民の皆様の一番身近なところであります市民センターや公民館、さらにはこの臨時庁舎に募金箱を設置をいたしまして、可能な限り募金のその募金を集めるということにも水戸市としてお手伝いをさせていただきたいというふうに思っておりますし、また福祉総務課の方では義援金の窓口になっておりますので、これらもホームページ等を通じて広く呼びかけをして、やはり一番なんだかんだこれから災害復旧復興を成し得る上においては、このお金が一番有効というか、役に立つところでありますから、そういった募金であるとか、義援金であるとか、そういったもののお手伝いを積極的に行っていきたいというふうに思っておりますので、また記者の皆様方にもご協力をいただければなというふうに思っております。いずれいたしましても、これから職員も2名派遣をしているところでもありますので、水戸として、
何らかの要請があれば、それに応じた、まさにニーズに応じたマッチングした支援をしていくということで、引き続き情報収集に努めていきたいというふうに思っております。さて、平成28年度でありますが、もう1ヶ月が経過しようとしているところでありますけれども、やはりこの4点プロジェクト、しっかり具現化をして、全ては市民の安心と安定、そして未来の福祉の躍動飛躍、そして活性化につながるものでありますから、これらのその4点プロジェクトについてしっかりと具現化をしていきたいというふうに考えています。しっかりと成果を上げていきたいと思っています。また将来にこのどうしても人口減少、超高齢社会という、その避けられない状況にある中で、この地方創生、という、国の、その制度に基づいて、人口ビジョン、さらには町人仕事総合戦略というものを策定をさせていただきました。特に若い人たちが、この水戸市で活躍できる、活動できる、あるいは仕事につける、そういったその若い人たちにしっかり光を当てた、政策、いわゆるそのキャッチフレーズとしては、若い世代が生き生きと暮らせる、持続的に成長する町水戸というものを、この総合戦略の中に位置づけをさせていただいて、市民、地方創生というものを市民とともに、成し得ていきたいというふうに考えております。先ほど申し上げた4大プロジェクトについては、いろいろと市民の皆様方から、ご心配の声、疑問する声も上がっているということも事実であります。これらについては真摯に受け止めながら、今何が疑念を抱かれているのか、そこにしっかり私たち耳を傾けながらですね、特に財源の確保策であるとか、さらには今後の事業費の抑制をどのように図っていくかとか、さらにはこの施設を整備する目的、必要性、将来に向けた、いわゆるこの有料な社会資本として次世代にしっかり残していくその方策、それらについてこれからもできるだけ丁寧に説明責任を果たしていきたいというふうに思っておりますので、またメディアの皆様方にもいろんな面で、発信型ご協力よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。それではですね、座ったままでちょっと PR をさせていただき、本年、10月30日日曜日に、水戸市内を走る初めてのフルマラソン、水戸黄門マイニューマラソンを開催いたします。その参加ランナーの受付がいよいよ始まりました。受付は水戸市民の大会参加の機会を確保するため、まず市民から行っております。いわゆる水戸市民選考枠として4月15日金曜日より受付を開始し、インターネットでの申し込みは4月20日水曜日まで、いわゆるその昨日まででございました。郵便振り替えによる申し込みは5月6日金曜日まで行います。4月20日現在でフルマラソンには1451人、5キロと2キロの併設コースには合わせて592人、合計で2043人の申し込みがあったと担当の方からは報告がありました。一般枠については週明けの4月25日月曜より開始をして、郵便振り替えは5月6日金曜日まで、インターネットでは6月30日木曜まで先着順で募集をいたします。また知的障害者、あるいは知的障害児の参加枠も設けておりまして、一般の方と一緒に 5km と 2km の併設コースを走るもので、今NPO 法人蛍の会を通じて6月15日水曜日まで募集をしております。なおエントリー料は無料にしております。水戸黄門マイニューマラソンのおもてなしについても着々と準備を進めております。例えばですね、15箇所ある公式の給水所の半分程度を給食所として、乾燥梅や梅飴などの梅の加工品を提供いたします。公式の給水所とは別に、水戸黄門ご一行の仮装をした方がおもてなしをする水戸黄門茶屋を設置をいたします。
梅光トンネル内が暗いということを逆手にとって美しいキャンドルでコースをライトアップします。乾燥賞として印籠に葵の御紋をあしらったメダルを用意することなども検討しているところであります。これらのおもてなしについては3000人体制で構築する市民ボランティアスタッフ先駆けサポーターズを中心に行ってまいります。参加受付は水戸市スポーツ振興協会で行っています。また先駆けサポーターズとは別に沿道でランナーを応援するランナー応援隊も募集します。準備が整い次第募集をいたします。ぜひ多くの市民の皆様方に応募をいただき、一緒に水戸黄門万有マラソンを盛り上げていきたいというふうに思っています。特に人家が少ない場所での応援、それから最後の上り坂、ここはしっかり応援をさせていただいてですね、走っている方々を盛り上げていければなというふうに思っております。水戸へのアクセスについては首都圏の主要駅発水戸黄門万有マラソンのメイン会場着のアクセスバスツアーの運行が決定しました。今後の集客につながるよう、そして首都圏から水戸が意外に近いことを感じていただければというふうに考えております。水戸でしか体験できないオリジナリティあふれる大会、市民の皆様と共に作る心のこもったおもてなしの大会を目指してまいりたいと考えています。フルマラソンの人数を知らない、はい、今の申し込みですよね。はい、申し込みですが、昨日現在4月20日現在でフルマラソンには、1451人、はい、で水戸市民だけです。これ、はい、それからですね、水戸のラーメン祭り資料2なんですが、昨年11月に開催しました水戸のラーメン祭りでは4日間で6万9000人もの来場者があり、大変好評でありました。イベントを通して全国には多くのラーメン愛好家がいること、そしてラーメンの発祥の地水戸がラーメン激戦区であり、ラーメンによって多くの交流人口を生み出していることが分かりました。一方、ゴールデンウィーク中の水戸への観光客の誘致については、これまで核となるイベントやコンテンツがなく、常々どうにかしなければならないという思いがありました。これらのことを踏まえて今年度のラーメン祭りはゴールデンウィークに開催することといたしました。名付けて、水戸のラーメン祭り2炎のラーメンウィークであります。今回も県外8店舗県内8店舗にご参加いただくとともに、県内の店舗は2店でタッグを組んで出店いただきます。前回と同様16店舗12ブースでの開催となります。会場は前回水はけが悪く来場者の皆様に大変ご迷惑をおかけしたことから、雨も想定されますので、路面が舗装されている千葉公園西側駐車場で開催をいたします。ちょうど同時期に笠間の火祭りで、さらには日立海浜公園のネモフィラがやっているところでありますから、両方に50万人来るということでありますので、それをどういうふうに水戸市の方まで呼び込むかということも今視野に入れて広報活動しているところでありますが、ただ一方で今年ネモフィラが早く咲きすぎてゴールデンウィーク中になくなってしまうというような情報もあって、それとかちょっと心配をしているところでもあります。その他に、オセロのブースや一枚瓦城主のブースを設置するほかですね、県北ジオパークの皆様による地形から見る千葉湖偕楽園ガイドツアーなども予定しております。特に出店いただく県内のラーメン店のブースは前回とまた違ったものになるということで、私も非常に楽しみにしております。ぜひ記者の皆さんにも水戸のラーメン祭りを楽しんでいただければと思っております。続きまして資料3のエンジン01文化戦略会議オープンカレッジ in 水戸についてであります。3月29日にエンジン01文化戦略会議オープンカレッジ in 水戸の開催が決定をいたしました。開催日程は来年2017年2月17日から19日の3日間、会場は県民文化センターや茨城大学などを予定しています。エンジン01文化戦略会議は各分野の文化人約250名の皆さんが日本文化のさらなる深まりと広がりを目的に参集したボランティア集団です。なおエンジンというのは一から再構築する文化のエンジンという意味だそうであります。オープンカレッジとは毎年1回エンジン01文化戦略会議の会員のうち100
100名以上が講師として地方都市に集結し、3日間にわたり地域の人たちと地の交流を行うイベントです。水戸市は第15回目の開催であり、オープンカレッジとしては関東での初開催であります。東京から近いこともありまして、多くの文化人の参加が見込まれるとともに、交流人口の獲得に資するものと期待しております。なお来場者数は約2万人を見込んでおります。テーマや実行委員長など詳細については先方と協議の上、秋頃に発表する予定でございます。すでに延岡等を視察をさせていただいているんですけれども、やはり文化人の方々の発信力というのは非常にものすごい大きいものですから、まあ、その方々がいかに見とって良かったよ、いいところだよ、おいしいものたくさんあるよというふうにその発信をしていただけるかというものも重要なところであります。そこで学びの場であると同時に、そういった文化人の方々に水戸の魅力を発信していただく、そういう機会としても捉えていきたいと思っています。逆のことを言えば、水戸市がマイナスのことをしてしまったらば本当に逆効果になってしまうという、そういうちょっと恐ろしさも感じているところでもありますので、そこはしっかりおもてなしと、とにかくおいしいものをお出しをするということで、文化人の方々が水戸のことをですね、魅力を発信していただけるような、そういう機会にもしていきたいというふうに思っております。続きまして、資料4の動画の活用であります。水戸市では水戸の魅力発信課の設置以降ですね、動画の活用を進めてまいりました。YouTube やニコニコ動画への動画の発信や、ドローンによる空撮の動画の活用、昨年の水戸訪問2時間スペシャルでの CM の放送など、多くの経験を積み、また昨年度の茨城県高校コンクールで AET、いわゆる英語指導助手に出演をいただいた水戸の武道と弘法祭りを PR した動画が特選をいただき、全国コンクールへ出品されるなど、制作する動画の質も上がってきております。しかし世界で動画の活用が進む中で、人の心に残る動画や、購買や観光などの行動を促す動画というのはなかなか制作が難しいというふうに感じております。特に水戸市の観光においては、重要なポイントである訪日外国人の誘致にかかる動画についてはやはりプロによる制作やプロモーションが必要ではないか、あるいは来ていただくですね、外国人の目線に立って作ることも必要ではないかというふうに考えているところであります。そこで昨年より、特に訪日外国人へ PR するための動画の作成を、花々と四季を中心に描いた観光、日本遺産、近世日本の教育遺産群の2つについて準備をしてまいりました。その2つの動画企画が完成をいたしましたので、ぜひこの場で皆様に初お披露目したいと思います。つなぎ合わせる特殊な映像制作技法を取り入れています。なお使用した静止画は実に4500枚にもなります。またタイムラプス撮影とマスコットキャラクターを掛け合わせた自治体観光 PR 用映像は全国初になります。またこの動画はですね、日本語、英語、中国語、中国語は繁体字と簡体字、そして韓国語、タイ語、フランス語、スペイン語、ドイツ語の9言語に対応し、今後訪日外国人向け観光プロモーションの柱として活用をしてまいります。
このダイジェスト編とは別に季節編を作成していますが、これからは水戸市の春夏秋冬をそれぞれ2分ずつ紹介する4本の動画になっています。ダイジェスト編で興味を持ったターゲットに対し本市の印象をさらに深めるための映像となります。これらの動画はメインターゲットである台湾、中国を中心に、訪日旅行を検討する方向、検討する方向けに、旅行系のサイトで、ダイジェスト編を動画配信するとともに、ターゲットを誘引する特設ウェブサイトを開設をしまして、本市への興味関心を動機に転換させて、いきたいというふうに思います。興味関心を行動に、転換させていきたいと考えています。その他、水戸観光協会ホームページや SNS などでも配信していくとともに、茨城空港などの配信なども検討を調整して、いきたいと思います。次はですね、日本遺産。近世日本の教育遺産群の動画になります。文化庁の日本遺産魅力発信推進事業として、日本遺産認定1周年記念事業の一つとして制作をいたしました。主な内容は、近世日本の教育遺産群のストーリー、水戸市の日本遺産構成文化財の歴史や魅力の解説、水戸市以外の3市、栃木県足利市、岡山県備前市、大分県日田市の構成文化財の簡単な説明となっています。なお本編の動画は約11分というふうに長いため、今回上映するのはこちらも約2分のダイジェスト版になりますので、ご覧いただきたいと思います。インターネットでの公開、観光キャンペーンなどで活用するほか、市内の公立中学校などにも配布し、教育にも活用していきたいというふうに思っています。11分間のものについては記者さんの方へは行ってらっしゃる、あとで時間的11分かかる本編についてはご覧おきいただきたいというふうに思います。この他にもですね、今年度は世界オセロ選手権大会とオセロウィーク、水戸芸術館でのライトアップ事業であります水戸光プロジェクトのほか、民間イベントも多く開催される予定であります。また3月には茨城空港より台湾便が就航するとともに、水戸市と国際親善姉妹都市であるアナハイム市との盟約40周年や、日本青年会員賞の国際アカデミーの水戸開催など、水戸市と世界とのつながりが新たなステージを迎える年にもなるものと期待をいたしています。皆様におかれましては積極的に、国内外に水戸を PR していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。私からは以上であります。よろしくお願いします。熊本関係で2点ほどお伺いします。水戸市からの熊本への支援の関係で、再確認ということなんですけれども、とりあえず市に対応としては職員の派遣と募金箱の設置、駅員的な呼びかけということでよろしいのかということと、加えて先ほど日本以外の動画にもあったんですけれども、大分県の水戸市の方も今回市の方で大きな影響ということなんですが、この東日本遺産関係で東に対して何かこれから支援の方向に行くとか、そういう手紙があればそれも含めて教えてください。よろしくお願いします。はい、熊本につきましては先ほど申し上げた通り、まずは
向こうの、その申し出というか、オファーを待っていたところでありまして、まあ、昨日、その玉東町の避難所に対して飲料水と簡易トイレの、いわゆる要請がありましたので、送ったところでもあります。でその他の支援物資についてはとにかくその現地の状況を、把握をしたり、あるいは現地からの要請が あって、それで送ろうということにしておりますので、きちんとマッチングした形で、向こうが逆にその、集まりすぎて、整理に逆に 戸惑うというか逆に、そういう余計な仕事を作らせないようにですね、していきたいというふうに思っています。で、その他に今、各市民センターと公民館、内原公民館ですね、中央公民館、そして臨時庁舎、この南側の臨時庁舎と、それから三ノ丸臨時庁舎に、募金箱を設置をさせていただいたところでありますので、またこれについてもですね、ホームページ等を通して、呼びかけていきたいというふうに思っています。で、すでに現金の窓口については、ホームページ等で公開しておりまして、日赤の振込先であるとか、さらには私どもの三ノ丸庁舎の福祉総務課が窓口になってお受けして領収書を発行しますというようなところでも PR をさせていただいておりますので、引き続きその辺の啓発を強めていきたいというふうに思っています。それで今日から2名職員を派遣しています。これは熊本県に派遣をしましたので、あとは熊本県の指示でコントロールのもとに、どの町のどの市の、避難所等の調査をするかということについてはちょっとまだ報告は受けてないんですけれども、どちらにしてもその避難所のニーズであるとか、その被災地被災者のニーズであるとか、そういったものを調査をして、おそらく、何らか その本部ですか、災害対策本部に挙げるというような、そういうその役割を想定をしています。3日間、21、22、23、24の4日間ですね、4日間だけではありますけれども、まあ、しっかりと任務を果たしてくるようにということで、昨日も激励をして送り出したところでございます。まあ、さらに引き続き現地の方から要請があれば、その人的派遣というものも準備をしていきたいというふうに思っています。それからですね、日田市なんですが、日田市は東日本大震災の時にも、まあ、九州地方で唯一水戸市にいろいろと支援物資を送っていただいたところでもありますし、また、日本遺産、世界遺産を目指す上での連携も取っているところでありますから、まあ、水戸市としては大切な友人でございまして、いち早く連絡を取らさせていただきました。で、まあ、確かに地震の被害はあったものの、で避難所は開設をしたものの、特に、水戸市さんの方から、何らかしらの支援をいただかなくても大丈夫ですという、まあ、そういうそのお答えをいただいております。ただいずれいたしましても余震等も続いているわけでありますから、いつでも必要な時には言ってくださいということで、こちらの方から申し入れをさせていただいています。でさらにちょっと水道等の方が、何かちょっと被害を受けているというような情報も、ありましたので、今日それ私の方から水道と地域安全課の方で、指示をして、その何かしら支援ができることがあるのかどうか、ちょっとその被害状況については今調査をさせているところでもあります。まあ、日田市としては日田市については、まあ、しっかり状況を把握したり、情報を得たりということで、これからもできる限りの何か要請があればできる限りの支援をしていきたいというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。で熊本とは別件でご意見あるんですけれども、3月に、県の方で原発の関係なんですが、はい、水戸市の方でですね、ちょっと3月の県の発表によると県内避難者数が少し増えたかなという認識を受けるんですが、それについて、市長の見解についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい。
まず広域避難計画についてのことだと思うんですけれども、まずご存知の通り、3月25日に開催をしました市防災会議において、有識者の皆様にご審議をいただいて、ご承認をいただいたところであります。実は本日から、5月20日まで、パブリックコメントを実施をしています。皆様のご意見を聞きながら、6月をめどに取りまとめて、公表をしていくということで予定をしております。その後ですね、今回広域避難計画の骨子ということで、発表させていただいたんですけれども、そのスクリーニングの手順であるとか、その場所あるいは安定用素材の配布の方法などですね、多くの課題が残っている中での策定ではありましたけれども、原子力災害の特性などを考慮して、早い時点で皆様にお知らせをさせていただきたいということで、できるだけ早くその原子力災害というものに対して皆さんにご理解をいただく、自分も何らかの備え準備をしていただきたいという考えから、今年の段階で、公表をすることといたしました。で、水戸市の独自の政策としては、いわゆるコミュニティを維持したいということで、前もこれも発表しておりますけれども、町内会ごとにできるだけ、それを基軸として、避難をしていただこうというような、そういう割り振りを今後行わさせていただきたいというふうに思っています。で、その避難先についてなんですけれども、県外の避難先です。茨城県においてこの調整を進めていた、県外の避難先について、3月28日に、ご指摘の通り、知事の記者会見において、本市の約17万人が、栃木県と群馬県と、それから埼玉県、千葉県ですか、この4県に避難する方針であるということが発表をされました。加えてですね、4月の12日に県が開催した広域避難にかかる説明会において、具体的な県外避難先市町村について大枠のエリアが示されたというところでもあります。今後のスケジュールとしてはですね、5月の中旬ぐらいから、水戸市とそれから茨城県と、避難先となるこの4県、さらにはですね、県外避難先の大枠のこのエリアとして指名された、県外市町村と、詳細な協議を進めて、いわゆる避難ルートであるとか、収容人数などを考慮して、その県外の避難先市町村を決定をしていきたいというふうに考えています。で、当初ですね、昨年の10月に、県南地域、ごめんなさい、県南県西地域の水戸市の避難先となる自治体の自治体と協定を結ぶ計画予定でいました。で、それは私記者会見でも言ったと思うんですけれども、ただ9月の何日か効果でしたっけ、関東東部豪雨が発生をしてしまったということで、ちょっと見合わせているところがあります。ちょっと上総市さんの状況も踏まえて、まずその県内避難先となる、自治体との協議も再開をしていきたいというふうに思っております。できれば元より協定を結ぶ段階までやってますので、再開をすればそれは早いと思うんですよね。そういうところを担当の方には指示をしたいというふうに思っています。県内避難先の協定の再開というのはできればいつ頃を目処とかいう目標は、ちょっと今のところ何とも申し上げられないんですけれども、ちょっと上総市のやっぱり落ち着き具合というか、それを鑑みてやりませんと、上総市抜きでやるというのもこれちょっと失礼ですから、やっぱり皆さんにお世話になっているところなので、皆さんで、全ての自治体まとまって、協定を結びたいという気持ちがありますので、ちょっとね、上総市さんの状況を把握をしながら、お許しが出れば早い段階でやっていきたいというふうに思っています。市町と同時に進めるっていうのを、そういう予定で実は段取りまでしたんですね。ただ情報も進められま
応その侵害があったもんですからもう一旦見合わせようということでそこで協議がストップしちゃってるもんですから上訴資産の状況をちょっと把握させていただくということで指示をしたいというふうに思っています。この今回の3月28日の件の発表で2万人ぐらいちょっと県内が増えたかなと思うんですけれどもそれについては特にもちろんその増えたのは結構なことですし、あとこれからそういうその避難先、これやりくりしていかなければなりませんので、まだちょっと不確定要素はあるかなというふうに思っています。まだ完璧にその避難先が全て27番に、どういうルートで、どの町内をどこに避難させるというようなところが確定をしたわけではありませんので、まだその辺のところはしっかりこれからきめ細かい協議を進めていきたいというふうに思っています。まあ、それは1万でも2万でも完璧ではないにしても、増えるということは大変ありがたいことでありますからそれに茨城県さんの方へ調整をしていただいたということについては感謝を申し上げたいというふうに思います。引き続き県と連携を取っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。NHK の社員です。大型事業のことで2つお伺いしたいんですけれども一つが新市民会館のに、入ってるんですよね。その市民グループ27日に請求ということなんですけど、この請求があると20日以内にその議会を開かなければならないんですけれども、その日程的な見通しとしては、今のところどういうふうな考えかという部分と、それからもう一つ、昨日の入札が中止になって、で、また最高、おとといの入札が実施になって、また最高決定が市役所のこの庁舎の入札なんですけれども、これ、見通しもその、指名選定にかかる運用基準によれば、第1回目 その入札が、1社の場合には入札中止で、その後にその再報告した上で入札ということになるんですけれども、その場合に参加が1社であっても、契約が、入札があったものとなるという内部基準があるんですけれども、これって、そういうのが存在するというのは、分かるには分かるんですけれども、今回の場合にその、巨額の費用がかかっていて、いるんですけれども、そういうその自動的その結果としては多分こういう批判が成り立つんではないかと思うんですけれども、入札が結果として実証なくなるような制度ではないかとか、もしくはその競争入札 その競争原理が働いているのかどうかとか、実証 その随意契約ではないかとか、そういう多分批判もあるんではないかと思うんですけど。もうその見通しがその制度としてこれをどのように考えているのかと、それからその大型 の事業が相次いでいるんですけれども、やはりその点についてもやっぱり市民に説明した方がいいんじゃないかと思っているんですけれども、その2点について伺えればと思います。はい、まず市民グループの反対をされる市民の会の方々が約1万5000人の署名を集められてきたということ、それにして申請がなされるということは真摯に受け止めていかなければならないというふうに思っています。でやっぱり私たちも反省すべきところは一生懸命いろんな手法を使って、媒体を使って説明をしてきたつもりではあるんですけれども、やっぱりまだまだ市民の皆様方にそのいわゆる財源的な確保策であるとか、実際にかかるその経費の問題であるとか、あるいはその施設の必要性であるとか、運営方針であるとか、そういったその基本計画に載っているものですよね。そういったものがやっぱりまだまだその理解をされていなかったかなっていう、私たち その説明不足、発信力のなさということは、しっかり反省をしなければならないというふうに思っています。きちんと説明をさせていただいて、こういう状況でやるんですということを説明すれば、
分かってくださる方はたくさんいらっしゃるというふうに思います。現実に私もいろんなその会合出ています。今例えば総会の時期ですから、あるいはその他にもこの期間の間に、新年会があったりとか、いろんなその、会合を出たときに、やっぱり素直に反対をされる方がやっぱりいらっしゃるんですよね。やっぱり心配だと、今の状況ではちょっといくら市長の応援者だって、その分については、なかなか納得できないな分の方もいらっしゃるんですけども、ただその方々にきちんとこのいわゆる財源的な確保策であるとか、実際にかかる経費であるとか、そういったものを説明すると、あ、じゃあそういうことでやるんだったらば、期待しようと、任せようという声がにその変わる方も少なからずいらっしゃったんですね。もちろんそれは私の範疇ですから、そう何百人とか何千人いたわけではないですけれども、十数人の話ではありますけれども、ただそういう方もいらっしゃるということですから、やっぱりこの説明不足というものを、反省をしながら、やっぱりもっともっときめ細かく丁寧に説明をする責任があるというふうに思っています。ちょっと前置き長くなって申し訳ございませんが、日程的なものでありますけれども、これからその本請求がいつあるんでしょうか。その新聞報道では27日ぐらいにあるというふうに聞いておりますので、そこから今度は20日以内でありますから、ただ私としてはいわゆるその20日というそのいわゆる最大限の期間を使うではなくて、逆に、1日でも早い日程で議会と調整をさせていただきたいというふうに思っております。議会の方も都合があるでしょうから、とにかく27日に、受けてから早急に議会との調整に、動いて、それで、また皆様方にもできるだけ早いうちに公表をさせていただきたいというふうに思っています。まだ今のところちょっと私たちも想定している日程がないわけではないんですけれども、議会との調整きちんとやっているわけではないですので、ここで発表して勘違いされると議会にも迷惑かけてしまうし、市民にも迷惑かけてしまいますから、逆に、20日間の余裕を持って使うんじゃなくて、逆にもできるだけ早い日程で、受けたら早い日程で、スケジュールを組みたいというふうに思っています。はい、それとですね、市役所入札についてでありますけれども、1社、いわゆる 1JV だけしか申し込みがなかったということについては、非常に残念に思っています。これ少しうがった見方かもしれないですけど、私は水戸市役所という県庁所在地の庁舎の建設をやるということは、儲かる儲からないは別としても、業界にとって大変名誉なことかな、ですから金額がどうであっても頑張る業者さんっているかなっていうふうにちょっと楽観視していたのが、ちょっと想定外だったな、状況は分かりませんが、特に水戸市役所よりも魅力ある仕事が、たくさんあるのかもしれないんですけれども、非常にその、申し込み者、申請者がなかったということについては、残念な思いであります。で、今さっき記者の方から指摘があった件については、私ごもっともだというふうに思います。市民の目線からすればですね、やっぱりその競争力を保った上で、入札をやるべきであるということ、それはごもっともだというふうに思ってますし、また過去に例えばゴミ清掃工場、いわゆる新ゴミ処理施設なんかはですね、やっぱりそういうふうに業者間に緊張感を持たせたことによって、120億から減額をされたというようなこともありますから、やっぱりその競争の原理を働かせるということは入札の上で非常に大切なことだというふうに思っています。ただ一方でやっぱりいろいろ補助金の都合等もありますし、スケジュール等の都合もありますから、どうしても2社以上ということにこだわってしまうと、いつまでも建設に着工できない状況になって、今市民の皆さんから早期の完成、そしてこの市民サービスの不便さを解消するようにという声が上がっていく中で、やはり
この早期の完成を目指していかなければならないという認識があります。まあ、そういったその競争性というものを、まあ、いつまでも、求めるというのと、早期に完成をさせなければならないというのとちょっと比較をしたときに、やっぱりこれはまさにやむを得ずという言葉を使わざるを得ませんが、やっぱり一社だけでもよしということの選択を選ばざるを得ないような状況でございます。まあ、ただこれについては特に問題のある行動ではなくて、先ほど佐伯さんの方から話がありましたとき、運用基準、いわゆる業者選定の運用基準にも示されていることでありますし、また他市町村でも、ある事例でありますから、間違った手法ではありません。ただやっぱり市民の皆さんに疑念を持たれないようなことをやっていただければならないというふうに思っています。そういう意味においては実はこの入札参加の、情報っていうのは誰にも知らせないことになっています。で、例えば結果的に、1 JV でも OK というふうにしたとしても実は、参加申し込みした JV は何社申し込みがあったかというのは改札までわからない仕組みになっています。それは誰も喋りません。これはもう守秘義務でありますから。ですから、参加されるされようという方らは自分一社しかいないだろうということを前提に、入札をするということはないというふうに私は思っています。つまり誰も喋りませんから分かりませんと、一社なのか二社なのか、結果開けてみたら一社しかなかったというようなこともあるかもしれませんけれども、非常に今回JV の構成についても3社から5社というふうに非常にフレックスにしたし、それからその事務所要件も営業所要件も変えましたから、業者も頭になる、いわゆる JV の親になる業者も多分十何社かに増えているんですね。ですから増えているという状況もありますから、で JV を組みやすくしましたので、もう一つ二つ、出てくるということを私は期待をしたいというふうに思っています。したがってですね、こういう条件が緩和された中で、誰もが自分しか入札なんか参加しないだろうとは思わないと思うんですね。でそれって絶対私たちは参加申し込みの時点で、何社ですよなんていうことは口が裂けても言わない話でありますから、そこは入札時点までは緊張感を持っていただけると思います。ただ改札した結果何社かということがその時の時点で分かりますので、そういう意味においては私は、競争性は保たれているというふうに思います。ただ結果一社だった場合にはでも OK ですというふうにしただけで、入札する方については、何遍申しますけれども改札するまでは、何社入札しているのか申し込んでいるのか分かりませんから、そこは緊張感を持って、入札に臨んでいただければなという、そういう期待をしているところでもございます。で、そういったその仕組みについてやはりきちんとこの市役所についても、バナーを貼り付けてありますので、ホームページ等でやっぱりその入札のその状況とか仕組み、こういうものですということについても市民に分かりやすい説明をさせていただきたいというふうには思っております。いやちょっと建設のところにどういうもので質問がちょっとポイントに沿っていないかもしれないんですけれども、やはりこれはもう仕方ないですかね。申し訳ない、確かにその仕方がないという言葉で、収められるかどうかというのも私もちょっとなかなか表現しにくいところなんですけれども、先ほど申し上げた通り、もうこれからのスケジュールを考えるとやむを得ない措置であるというふうに思っています。残念ですけど、ただ先ほど申し上げた通り、もうこの業界も大変そのコンプライアンスを守る業界になってきておりますから、おそらくもうお互いその何ですか、情報なんていうのは分からずにもう何社
申し込んだかということは、お互い確認とかそういうことを分からずに申し込んでいただけるものというふうに私は確信をしておりますので、競争性だけはしっかり保っていきたいというふうに思っています。とにかく開設するまでは、何社申し込んだか分からないというような形だけはしっかり取っていきたいというふうに思っています。茨城放送立川と申します。10月に開催の水戸マラソン市民枠の結果数字が出ていたんですけれども、この数字について高橋市長はどのように現状を感想しますか。はい、正直申し上げて私は1000人枠で枠は1000人でいいんじゃないかなというふうに思ったんですね。で2000人にしといてよかったです。1500人近くの方々が申し込んでいただいたので、また500人の枠がありますから、はみ出す方がいなくてよかったなというふうに思います。と申しますのは水戸市民27万人なわけですよね。27万人 でそこにもちろん高齢者の方々もいれば子どももいるわけですから、分母が27にはならないわけですよね。いわゆるそういうそのマラソン愛好者っていうか、そういう方のその分母から計算すると、正直申し上げて2000人も水戸市民だけで 42.195 キロ走る人っているんだろうかっていう、ことも正直私の頭の中にあったものですから、1000人でもいいんじゃないの、800人かそこじゃないのって私は心の中で思ったんですが、意外や意外やっぱり水戸市の方々、フルマラソン走れる方々がこんなにいらっしゃるということは、大変喜ばしいことで、非常に皆さんが、この普段から鍛え上げているのかな、あるいは、この水戸黄門万有マラソンに対するその期待っていうのが大きいのかなっていう、そういう数字というふうに捉えています。1500人も 42.195 キロを走る水戸市民がいらっしゃったのかっていうこと、ある意味ちょっと驚きの数字でありまして、人口、先ほども言いましたけど人口27万、そこからいろいろ高齢者とか子どもを引けば、いわゆるもう17万かですね、17万かのうちに1500人も、いらっしゃるということですから、まあ、大変ありがたいなというふうに思っています。これから本番に向けての水戸黄門万有マラソン課題はどんなところですか。はい、やっぱり選手の背中を押せる大会にしていけるかどうかだと思うんですよね。やっぱり誰だって人生の大舞台の主役になれるっていう機会ってそうはないと思うんですよ。まあ、結婚式というのもあるかもしれないです。やっぱりみんなが自分に注目してくれる、自分を応援してくれるっていうステージって人間誰でもそう人生の中にないと思うんですよね。その瞬間を味わえるのがまさにこのマラソンであるんだと思うんですよね。でじゃあそういうふうに走っている人たちが自分が主役になってみんなが応援してくれてるんだ、気持ちよく走れるっていう、そういう雰囲気をきちんと作ることができるかどうかっていうことが大きなポイントだというふうに思っておりますし、また難しい部分だというふうに思っています。そういう意味においてはその沿道の応援体制、それからやっぱり、おもてなし、それをどういうふうに作り上げていくか、まあ、これからのボランティアの募集もしているところでありますし、また特に自治会の代表者の方にもこの実行委員会の中に入っていただいているところでありますから、まあ、それぞれの自治会で、各沿道に、人を出していただいて、そこで、まあ、例えば、子どもたちに音楽をやっていただいて励ましていただいたりとか、まあ、いろんなその応援の掛け声を出していただいたりとか、何かしらですね、走ってる人たちが、本当にみんなに背中を押してもらってる、で自分が主役になって、応援してもらってるんだっていうような、そういう気持ちになってもらえるような、そういう沿道の雰囲気作りをしていきたいというふうに思っています。特に先ほども冒頭話しました通り、人家の少ないところを走るところもあるんですね。田んぼ道だとか畑の中の一本道であるとか、そこのやっぱり雰囲気作りって大切で、そこでなんかみんながちょうど疲れてる時に誰の応援もなくてやる気なくして、途中危険みたいなことがないように、逆に励まして、苦しいけれども励まされたからもっと頑張ろうというような雰囲気が出るような、そういう応援体制をしていきたいなというふうに思ってますし、最後の上り坂ですよね。もう40キロ、あたり40キロなんでしょうかね、ちょうど気象台のところなんですけれども、
やっぱり最後の一番苦しいところにあの上り坂ですから、やっぱりあそこをですねどういうふうに、励まされるかで、次にもう一回参加してみようと思っていただけるかのポイントになるんじゃないかなというふうに思うんですよね。最後疲れたところに誰も応援がなかったと、ちょっと面白くない、マラソン大会だったら、じゃあ来年は違うところで走ろうかというふうになってしまいますから、まあ、最後のあの、心臓破りの坂、丘の雰囲気作りというものもあの大きなポイントになるかなというふうに思ってますので、まあ、もちろんそういうところばかりじゃなくて全体的なそのいわゆる応援の雰囲気、それから来ていただいた方にしっかりその、プレイベント等も含めておもてなしをしていく、まあ、そういうようなことを課題としながらですね、いいマラソン大会を作り上げていきたいと思っています。前はね、先ほどの2点ほどございまして、先ほどの視聴者の入札に関する点ですと、ちょっと私も不勉強で申し訳ないんですが、着工が7月の予定だとしたかと思っていないんですけれども、まあ、入札が1ヶ月半ぐらい伸びたということで、その今後のスケジュールに変更があるかどうかというところがですね、ここに点熊本地震の人的派遣なんですが、こちらについては、熊本県側の要請があっての人的派遣になるのかどうかというのを確認させてください。はい、一点でありますけれども、もともとちょっと議会案件なもんですから、入札終わった後も議会に諮らなければならないというスケジュールがありました。まあ、その臨時議会でやるか定例議会でやるかというようなちょっとそのズレというのはありますけれども、今回そんな大きなズレはないというふうに思っています。ですから今回再考させていただいて、まあ、入札を6月の頭ぐらいにやれば6月の定例議会の議会案件として間に合ってきますので、そうするともともと例えば5月の末ぐらいに、まあ、臨時議会開いてやろうかというのを思ったところが、まあ、数週間遅れるというような形になっていきますので、スケジュール感としては、7月着工とかっていうものについてはそう、まあ、7月に着工できるかどうかって、まあ、それは微妙かもしれないんですけど、そう大きくその影響はないものというふうに思っています。スケジュール的には多少数週間遅れるかもしれないですね。人的権がおっしゃる通りです。県の方の要請がありまして、というのは被害を受けている方というか市町村がいくつもあるものですから、例えば私たちも姉妹都市を組んでいるとか親善都市を組んでいるとか何かの協定を結んでいるとか、まあ、そういうのがあればピンポイントで、そこにその応援のいろんな要請をできるんですけども、今回、まあ、正直申し上げて九州は日田市とあと徳島市以外はお付き合いをしていたわけではないんですよ。ですから、あくまでも熊本県にコントロールをしてもらって、で必要なところにうちの人なり、物資なりを行かせるというような形を取らさせていただいているんです。ですから、もちろん県庁所在地同士というふうになれば熊本市になるかもしれませんけれども、まあ、その他の周りにもやっぱり被害を受けているということでありますから、そこは県の方にコントロールをしていただいて、で県の方からの割り振りで水戸市が行くと、そんな形を取らさせていただいています。ですから県の方からの要請です。すみません、ちょっとやっぱりよくわからないのでもう一回質問させてください。専門的なことになるので、もしかしたら副省になるかもしれないんですけれども、この指名選定にかかる運用基準でいけば、その先ほど競争原理が働くとおっしゃいましたけれども、でもさ入札をやり直して、その結果、参加者が参加の共同協力会が一社の場合には、入札があったのとすると、入札を執行するとあるんですけれども、でもそういうことが最終的に最終ゴールとして決まっているのであれば、競争原理で働いてるんですか。で、あともう一つはこういう運用基準を導入するときには。規範というものはなかったんですか。例えば千葉県は数年前にその一社で流行というようなことに変えたんですよ。入札不調が相次いだので。でもそのこういう巨額の費用がかかるものについて最終的にそのような基準があって、しかもそれがその
市の執行部側の基準でなされるということについては、なんていうかな、もちろんどうしても2社ないといけない、3社いけないというわけでは、私もそういうのに固執するつもりではありませんけれども、ちょっとそこはかなり執行部側のその裁量の方にかなり偏っているのではないかと思うんですけど、どうでしょう。以前、経過ずっと見ていくと、予定価格を封印していた時代になりました、うん、それはどうしてかというと、いくらも払わないけど競争しましょうというような時代を経てきたと思うんですよね。まず、皆さん手挙げてくださいってお願いしてるわけですね。その時に、皆さん目つぶっていただいてるわけですよ。で、手挙げてるのが一人なのか複数なのか分からない。手挙げてる人も手挙げない人も分からないが1回目なんです。ということはその時点でもう競争性は働いている。結果として手を挙げた方が1人だと、まずこれが1回目です。で、それを良しとする制度を持っているところもあります。それで決めちゃうところで、見通しとしては1社では競争再度条件を変えれば競争性がさらに深まるのではないかという考え方を持ちまして、1回だけではダメですよということで、結果として目をつぶって手を挙げた人が1人だったので再度入札していただきたいということで再度手を挙げていただく。で、その時にまた今言ってるように皆さん目をつぶってもらってますから、で、条件を緩和します。だったらちょっと手を挙げてくれる方がいるんではないかという期待を込めて2回目をやるわけですね。で、2回目っていった時にやはり目つぶって、競争してもらったところ1人だとなれば競争性が働いていないという、否定的な考え方をする方もいらっしゃるかもしれませんが、行政としては事業をする側しなければならない責任と合わせましてその競争性が担保されているという考え方で私も委員長を務めておりますのでよろしくお願いいたします。今が入札審査会の委員長としてです。はい、もう含めましてその証拠も持ってますんで。では、以上をもちまして記者会を終了させていただきます。どうもお質問ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。